皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年12月22日水曜日でございます。気温は6度といったところでございましょうか。またまた寒いですね。と言いますか、もう一桁台のこの気温、これがもう当たり前の時期と考えてよろしいのでございましょうか。日々寒いです。ですのでちょっと僕今日調子よくございません。すみません、調子よくなくて少し喋りづらいのでございます。喉のガラガラと、そして鼻のちょっと詰まり具合、これによって喋りにくい状況でございますこと、よろしくお願い申し上げます。ですので本日もそそくさと行きましょうか。そそくさと、ではでは、本日じゃなかったですね、昨日のお夕飯行ってみましょうかね。僕の昨日のお夕飯は、シーフードヌードルのちょいのっかり餃子の皮でございます。なんか途中詰まりですみません。はい、あれ何だったかなって急になっちゃいまして、餃子の皮のことを。はい、そんなわけでして、たどたどしくはなりましたが、まあまあもちろん美味しく食べることはできるのですが、どうしても餃子の皮は餃子の皮なんですよね。やっぱりワンタンみたいにどうしてもならないんです。ですからまあまずくはないんですけれども、最高に美味しいっていうわけではなく、まあ食べられるなみたいな感じで食べられるのが餃子の皮なんですよね。特に味が染み込むでもなく、餃子の皮だなっていう感じです。はい、そうなんですよね。ですからまあおすすめといえばおすすめなのは、そのリーズナブラって言っちゃいましたよ。すみません、なんかちょっとなんか不思議なことを言っちゃいまして。はい、リーズナブルですか。リーズナブルですよね。リーズナブルさでございましょうかと思います。はい、そうなんですよ。その値段の安さによってアレンジレシピに使うには餃子の皮は最高でございます。ですが餃子の皮は、これはどうなんですかね。袋を開いて使いたてはもう柔らかさ満点で、その柔らかさが美味しそうなんですけれども、たった1日ですよ、たった1日経つと、そのもう前にも言いましたけれども、開けた部分からもう固くなっちゃってるんですよ。そこがなんか僕の中で残念な点です。もうすぐ固くなっちゃうんですよ。それがもうびっくりですよ、僕の中では。とのことでして、なんとなく本日たどたどしいですよね、全体的に。それはガラガラのせいと鼻づまりのせいだと思ってくださいませ。いつもと変わらないよぐらいな気持ちで、もしもご覧になっていらっしゃいましたら、いつもじゃあ僕はたどたどしいんだなっていうような気持ちにはなってしまいます。じゃあ行きましょう。もう、はい、お便りの方に、はい、行きますよ。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん
さん、お便りお久しぶりじゃございませんでしょか。あまりのお久しぶりさに僕は嬉しさと、そしてなんて言うんですか、もう何かが入り混ざってすごい気持ちになってますですかな。もうどんどん声が出なくなります。すみません、声が出なくて。そしてそのお久しぶりさにもう僕は驚いてますよ。ありがとうございます、くださいまして。そして感動しております。ものすごい感動しております。おはぎさん、ありがとうございます。じゃあですよ、本日はメッセージは特にありませんよね。ですからあのお一言をもう拝見したいと思います。じゃん、これはあれですかね、なんとなくサンピアさんっぽいななんて勝手に思っちゃいました。なんとなく。でもきっとこう言ってはサンピアさんに失礼かもしれませんが、多分おはぎさんのこの一言にはすごく意味が込められているんじゃないかなと、そういうような気持ちになっております。はい。ですから、じゃあまずは皆様に簡単にご説明しましょう。簡単にご説明しますと、はい、そうですね、よく公園や何からそのテーマパークみたいなところで吹き出す水があるじゃありませんか。吹き出す水が、はい、こうなんて言うんでしょうかね、花開くような感じでなんか綺麗に吹き出す水が、吹き出す水のオブジェクトがあるじゃございませんか。それです。はい、それです。それのまるで罠が仕掛けられているかのような、そういうものがあるといったようなことでございましょうか。そうなんですよね。ですからもっとスラスラっと言いますと、吹き出す水の罠が仕掛けられているよというようなことでございましょうか。はい、そうなんですよ。これを罠を英語に変えてくださいませ。そうしますともうそれしかございませんよね。それです。まさにそれです。そして吹き出す水、これももっとパッと浮かんだ、はい、言いやすいものに言ってくださいませ。それとそれと組み合わせることで、はい、生まれ出しますお一言でございます。これはじゃあもしかしましたらそう思いますけれども、僕の中ではこの寒さでカチコチになって、もしかしたらですけれども、罠のように固まってしまっているっていうことですか。まさかの輪っかのように固まってしまっているとかってございます。さすがに輪っかのようにまでは固まってませんよね、とも思いますが、もしかしますとやっぱりその、はい、罠かのように固まってしまうという可能性が捨てきれませんのでございました。じゃあそういうように固まってしまってると僕は勝手に捉えてしまいますが、よろしいでございましょうか。だとしたらすごいですね。もうその寒さをものすごい感じますよ。それだけ寒いのでございますか。もう僕の中ではじゃあ
もう冬本番が始まっております。冬本番が始まっているということはですよ、おはぎさんのお住まいのところっていうのはもう雪とか降られているのでございましょうか。こちらの方はまだ大丈夫ですが、もう各地で雪が降っているみたいなことはニュースでちらりと耳にはいたしました。ですからとっても寒さが増しているのかなと思います。ですからですね、なんだかすみません、電話が鳴ってます。ものすごい電話が鳴ってます。皆様のお耳に届いちゃってますか？大丈夫ですか？もうここまで来て途中で中断して電話を受けることはできませんので、このまま続けていますが、はい、ハプニングです。ハプニング起こってます。電話リンリンの聞こえなければいいなと思う次第でございますが、はい、このまま続けていきます。はい、とのことでして、本日皆様お分かりいただけましたでございましょうか。このお言葉を僕は受けて、そうですね、冬本番をもう心底感じる次第でございました。ですから皆様本当に風邪にはお気をつけくださいませ。そしてインフルエンザとか流行っていたりするのです。すみません、ちょっと今またちょっとしゃっくりが出てしまいました。しゃっくりが、もう今日はもう調子の悪さピークでございますよ。今日のグダグダさはちょっと近年まれに見るグダグダさです。ですがどうか本日お許しくださいませ。もう声が出なくなってしまいました。本当に声が出ません。もう今日ほどやりにくい日は本当に最近ないぐらいのことでございますよ。おはぎさん申し訳ございませんね、こんなグダグダっぷりで。でもおはぎさんのこのお一言、これには僕とっても気持ちを込めて言わせていただきたいと思います。ですからちょっと本日の内容グダってるなーってお感じにはなられるでございましょうが、どうかお許しくださいませ。そして行かせていただきたいと思います。本日のおはぎさんよりの一言では行きますよ。おはぎさんよりの一言どうぞ。噴水トラップ。